カシオ山京塚は、山梨県甲州市勝沼城勝沼、カシオ白山平にある遺跡、平安時代末期の京塚郡、白山平京塚、カシオ白山平京塚、カシオ山京塚大前寺本堂甲府盆地東部に位置する。西には、古代の在庁官人、佐草市の宇治寺である大前寺が所在している。標高620メートルのカシオ山山頂の、 白山大ーに立地する盆地を一望できる立地で古くから霊地と位置づけられていた。1962年に東京電力、カシオ発電所の導水管埋設工事中に発見される郷土市屋の上の青楼による現地調査が行われ、南北に1メートル程度の間隔で6基の郷塚が並ぶことが確認された。京塚は地表七十センチメートル下に土工があり、 自然石による小石質をなしている。1号京塚からは、闘神1点が出土し、2号京塚から後は5年4月22日在名の、京塚1点、闘性外容器1点、小玉25点、軽軸残血8点が発見された。3号京塚も確認されているが、出土異物は見られず、6号京塚からは、同性、京塚2点が出土している。他、 納入品として、鉄製刀剣1、木製の軽軸残血8、陶製外容器1、ガラス製、木製の玉類25、銅製、鏡筒2、鏡管残血1などの鏡図い物が確認されている。ガラス玉は、東京国立博物館十6点が収蔵されているが、出土時には24点あったという。山梨県立博物館には、 失われた発展の一つであると考えられる。ガラス小玉1点が収蔵されている。2015年には、甲州市大和町の個人宅から副納品の一部と、見られる軽軸1本、ガラス玉1個、木製数主翼2個、石室の蓋として用いられた、石材、防腐材として用いられた炭の一部が発見された。ガラス玉は、発見時の24点のうちの一部と見られているが、 木星数種玉は発見時に1個が報告されており、記録に見られない発見として注目されている。出土遺物のうち、河和5年の教図は東日本において最古の年季を持つ教図解物である点が注目された。日本列島における教図化の造営は、藤原道長が観光4年に造営した金宝山教図化造営をはじめ、西国を中心に、 平安時代中期から行われているが、講和5年は、東日本最古級の記念であり、国の重要文化財に指定され、東京国立博物館に所蔵されている。また、山梨県立博物館においてはレプリカが、常設展示されている。講和5年在名教術は円筒型で、高さ29センチメートル、未光景17.5センチメートル、皮蓋式の大型同性教術、 名文は和漢根孔文で、二部分に四行三十九字、刀身の本文が二十三行七四十四字、別記四行の計七百八十三文字がタガネにより彫られている。名文作者は、紀中松、筆者は、文也茂し中蔵は、宗英美子と。内容は、発願から、写経、埋能までの一連の経緯で、関係人物や地名などが詳細に記されている。 名文の全文は山梨県史資料編に収録されている。名文によれば、河和2年に山城国渦国軍石上村生まれの僧、若縁は63歳にして出家し、諸国を輸行する。若縁は、海の国三島軍内牧山村の米沢寺の千住観音の法然に老居し、魅力信仰に基づく、松陰祈願のため京塚造営を発願する。 若縁は3年の歳月かけて、北旗京八巻を写教し、公は5年3月24日に、比叡山学僧で柏山寺王上院院寺の、行藩に奉じ、4月22日に、白山明里の峰において、埋納を行った。名文に記される地名のうち、米沢寺は、山梨市牧岡町村間口に所在する雲法寺の、前身にあたり、射教が行われた。米沢寺は、 山梨市牧岡町蕎麦口に所在する米沢山雲峰寺の前身寺院にあたり、同地の蕎麦口金桜神社奥社地遺跡に所在していた可能性が考えられている。鉱山寺本和明類受賞によれば10世紀前半頃の開国山梨郡は笛吹川、十川を境に東西に分割され、米沢寺の所在地を示す山東郡内牧山村は、 山梨東軍神里にあたる、か山寺は、西武ぐによって創建された甲州市勝沼城に、所在する大禅寺を指し、浄土思想の影響を受けて王城院が設けられた。海の国史によれば、王城院は、江戸時代の文化年間にはすでに廃寺となっていたという、王城院院寺の行犯は、天台宗比え山と関わりのあった点も注目される、弱炎の書写期間の長さから、 上栽培して、紙の製造から行っていたとも考えられている。また、関係人物には、海二次、藤原元清や三枝守帝、森次守清など、在庁管理の三枝氏の名も見られる。名文の内容から、京塚造営のほか、若縁のような変歴像や天台修正力の活動、柏山寺の大旦那であったと考えられている古代、豪族の信仰など、 古代海の国についての多くのことを伝えている。山梨県の地名。P210 個。山梨県の地名。P210 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 個。山梨県の地名。p 二百十個。山梨日日新聞2015年2月6日。15面。 山梨日日新聞2015年2月6日15面山梨県の地名 P215 山梨県の地名 P215 山梨県の地名 P215 山梨県市資料編3原子個体3山梨県の地名 P215 山梨県の地名 P215 山梨県の地名 P215 山梨の名宝 P119 ヒューガは南、新しい古代史へ一地域に生きる人々、海の国と古代国家、PP149 から151、山梨県の地名、P215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 、ありがとうございます。